おしゃべ屋へようこそ仮面ライトシュン日焼けしたこの子なんで人とのコミュニケーションだと思うからさ先生キスしろキス間違ったらこいつに壊したの誰かのために生きるってもっと先のことでいいと思う見たいなぁぴしーっおおしゃべ屋 え、俺ねもう画然あるよ何何が好きなの梨梨。俺果物の中でどの季節関係なくても梨が一番好きだからねそんな梁に今日は特別なものを持ってきましたマジでどうぞ嘘。えーハッピーバースデーとーうそハッピーバースデーとーすげえ。マジではいだってね梁誕生日だったでしょうわおめでとう

今年こういう現場でねお祝いしていただいてたんですけど俺勘違いしてて俺前回の放送で祝っていただいてると思っちゃってた今いやでもね去年祝ったからね確かにあそうだようわしかも俺と開けて開けてえうわすげえ嬉しいありがとうございます開けて開けてうわすいませんちょっとだこうよえっ色がさんかちょっとあれじゃない 日焼けしたこの子ってぐらいちょっとねちょっといただきたいですね、うん、あはいじゃあじゃあから誕生日です <laughs> いやなめるなな <laughs> めるななめるな <laughs> 急にいやらしい話 <laughs> 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 何を言ってんのだ, <laughs> <laughs> だから <laughs> 関係ないよ。<laughs> <laughs> 俺はははまああれだねあのははははは 撮影しまして。お、ね、仮面レイトシュン、最近じゃないか。言ってたやつじゃん。そう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 。仮面レイトシュンってやつね。やったりとか。ありましたよ。いいね。うん。仮面レイトシュン。仮面レイトシュン。マッキーと。主婦の。おばさまの滑舌が異様にいいって。滑舌よかった。全部聞き取れるし。ああ。説明が入ってくるからね。やっぱ。まあ、あの冷蔵庫のさ。説明をさ。そう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 。うわ、あんな小気味よく入ってくるんだっていう。うん。いつか会いたいけどね。お。 シュ旬に会いたいよ、そりゃおぉ、昔よりはいいよ。えっ、マジで今日来てるらしい、チカゴに。嘘。呼んでみるえっ、マジで呼びたいどうやって呼ぶのライン電話とか違う違う、俺ちょっとじゃあ、呼んでくるわ、今。え、マジでマッキーがじゃあちょっと、行ようん。せーの。はっおぉうわ俺は君かい呼んだのは。ああ、はい。俺は、食材が。 美味しくなくなるのを許せない男カ <laughs> メレイトシュンうわ <laughs> アラマ今、うん、僕もちょっと今びっくりしてるんですけど、うん、あのマッキーが呼んでくれた中で、うん、レイトが変身するカメレイトシュンが今目の前にいるというそうだ、ん、ねうわ、うん、本人に会えるなんていややっぱり荒牧くんの頼みだったら。 そうなんんすかかちょっっっとさき恥ずししがてませで自分の自分のなんかあのいやそんなことないねす。いやちょっと今日怪人もいないんですけどまあそうなん今日はいかにこの三菱電機の冷蔵庫が素晴らしいかをアピールしに来てなるほど三菱電機さんいいっすよね僕もすごい思う何でもねうん あのー、ファンが4人ぐらい確認している中で4人は買ってくれたからね <laughs> あの三菱電機の冷蔵庫 <laughs> あそうなんですか、うん、マジっすか、うん、俺ちょっと不意に泣いてしまいそうになりましたよ <laughs> びっくりした <laughs> りがとう、ね、本当にねずっとね俺たちと一緒にねうこうやってタイトルコールの後にやってきてくれたもんねん番組設営もしてくれてましたからねありがとうありがとう本当に いやまたねどこかでねお会いする機会があったら一緒に共演したりとかほんとですよんかそういうの楽しみだね何年後かに何年後かに実はとかでさ「あの僕覚えてますか?」ってそんなのちょっとねちょっと鳥肌が立ち懐かしいよだってこのおしゃべり始まったのがょっとさ外地国のペアから始まってさなんだかんだこう皆様に支えられスタッフ様に支えられうん 続けけてれましたどほんとさっきも言ってましたけどもう今出会いの季節であり別れの季節でもあるという4月ですから4月ですねもう配信は4月15日なんでちょっと桜とかねどうな感じなのかなもう配信してる頃にはちょっと散ってきちゃってるのかなかもしれないねお花見とかできそうですかお花見俺はできなさそうだねああお忙しいからねちょっとねちょっと本当にまあ4月から本当にこうフリーとしてスタートをし始めていて 多分もういろいろなことがまだ初めての状況いろんな物事とか、うんうん、裏の仕事裏の仕事というかその今まで俳優として頑張ってきた部分もやりつつもフリーとしてやっぱりその、ね、裏の裏回りの仕事もどん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 そうだよ、ね、やっていかなななと人だしていいろいろ管理しなきゃいけないこととかね、うん、把握しておかなきゃいけないことが結構多いか,から、ね、ちょから大変だなっていうのもありますねそうですね経理とかねわっ、うん、そこまでやるの、うん、まあちょっとあのー、マネージャーさんは雇う 出るから、うん、まあそこまではそこまでは触れないけどやっぱりでもお金の流れとかは自分で把握しとかなきゃいけないし、ね、そうだよね、うん、税金もあるしね、うん、税金がビビる <laughs> 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 いや本当だよ